どうも、乙姫流チャンネルです。今日は、鉄拳をやっていきたいと思います。ちょっとこの、金曜日落としてしまって大ショックだったんですが、ちょっとひび割れています。鉄拳、この方をやっていきたいと思います。全部白地塗っていきます。白やっていきます。今日もまたハルト君にお手伝いしてもらいます。やってください。どうぞ。全部首とかも？耳は塗らなくていい。鼻、あ、そう、一回全部白く塗ってから黒いとこ乾いてから塗っていこうかなと思って。で、あの口のところは塗ってないから、口のところ四角くやんなきゃいけない。これってさ。いいよ、バーって塗っちゃって。これ少し。これって塗ってんの？塗ってる。ちょっと黒塗ればパンダじゃん。うん、でもパンダは丸だからさ。まあいいな、目もいっちゃってる。なんか変、また変になってんぞ。よし、大体これでもいいじゃん。これはこの前と同じような感覚。あの白いのはだからボツになったんだって。もう体全身はできないもんね。できないとか、うん、ちょっとまずいから自粛しないと。よし、これくらいかな。なんかちょっとほっぺとかが、これ、うん、で、ちょっと乾かさないですよね。ここ、一回塗り切ったら、一回、まあ、ちょっと乾燥させてます。こっち側はちょっとこの辺りはカピカピしてきてる。あ、やば、まあ、なんか横で隙間男って言ってる人います。隙間男、誰が言ってる？隙間男って面白いよね。そう、怖いでしょ、本当に。じゃあもう一回やり始めます。ちょっとこれはテクニックがいるから頑張って。いや、怖い。細いやつの方がいいね。これ見えるかな？さっき見えなかったかな？ちょっと見えるかな？これひび割れてんの分かんないか。すっごいここ半分バリバリなんですよ。遠くからでも見えないか。見えるわけないか。
ここがクモの巣のようにひびが割れました。ここからは慎重な作業。私の口がでかいのが余計に目立っちゃう。だなんかひよいだめだ、だめだ、笑っちゃう、笑っちゃダメだ。しっかりちゃんとやってうん、ちゃんとやって笑っちゃう、これどんな感じは見せてもらった鼻のとこ。あれこれ周りもないんだ。あと横、ここね、ここにこう。ちょっと四角になって鼻のここもともうちょっとこれのブイキメ指入れないで恥ずかしいよ、来年1年生なのに。指入れないでください。熱くなってきちゃった。あれ、また切る。ガリコツっぽい。やってくれる？黒いとこ、黒いとこ、そっちが白い、白い部分、そっち側の白い部分を塗ってくれる？ちょっと待って、ここ見てきたかな？額が広いから、額が広い分、部位が大きいんだよね。似てきたね。結構面白い。似てできた。耳はこの人塗ってないんだね。よし。どうでしょうか。さっきのあの白から、本物はどれだっけ。これです。本物の方はちょっと随分似てるんじゃないですかね。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。おーい。
手だけ怖いぞ。